日本の金融機関の融資でインドネシアで、設置が進められている石炭火力発電所につ、て地元住民が記者会見を開き、漁業に悪、ひびが出る恐れがある上、二酸化炭素を。悪影響が出る恐れがあると訴えまし、その上で石炭火力発電所は天然ガスと、ペテ2倍近くの二酸化炭素を排出すった、温暖化対策に逆行しているとして、どの再生可能エネルギーの技術があるのに、石炭火力発電所を輸出するのは理解にくむ。インドネシアでは温暖化対策が難しい、なっていると話しました。これに、四国際協力銀行は、周辺環境や海へのひびを防ぐガイドラインに基づい、融資を断らしている、必要があれば対策、言ってくと話しています。